皆さんこんにちは。今日はまた宮田家に、ね、お邪魔しています、今日が2月2日でしたっけ、今日2日、2月2日火曜日なんですけれど、2日ほど前にねちょっと相談事をいただきまして、前にも、まあ、似たような相談をいただいてたんですが、僕の意見はねそちらを参考にしてもらうとして、今日はねあの宮田さんにね、あの悠々年金生活宮田氏にその質問にね答えていただこうと思ってね、来てます。相談されてきた方がね、48歳の会社員の方で、その相談の対象となってるのがねお父様70歳の方なんですね。で宮田さんとねそのお父様年も近いし、ちょっと宮田さんの意見を聞かせてもらおうと思って、ちょっとメール書き写しておいたんでちょっと短くしたんですけど読ませてもらいますね。初めてメールさせていただきます。東京に住む48歳の会社員です。まこさんの動画をいつも楽しく拝聴しています。相談なのですが、70歳の父が一人のフィリピーナにハマっています。フィリピーナって何？片木の？ちょっと今説明しますね。母は父が退職前に他界していますってこと、お一人なんですね。10年ほど前に一度父と池袋のフィリピンパブに行きました。父が退職祝いに飲みに行こうということで、私と弟と父の3人で行ったのです。普通のキャバクラに行こうということで出かけたのですが、フィリピンパブの看板が目に留まり入った次第です。その後父は私たちに言わずにその店に通っていたようで、息子たちに内緒で通ってたんですって。去年まではゴルフという口実で2ヶ月に一度はマニラに通っていました。多分会いに行ってたんですかね。フィリピン人の、彼女を訪ねていたのです。その彼女は池袋で働いていた子のようです。彼女は今現在32歳でモンテンルパというところに住んでおり、14歳の娘が一人いるようです。32歳で14歳の娘、18歳の時に生まれたってことですね。その後で日本に来てたってことも、また父は私たちに内緒で池袋近くの金目町というところに買ってあったワンルームマンション2戸をすでに売ってしまいました。その金はフィリピンの彼女へと使っていたことは確実だと思われます。今現在の状況が変わったらフィリピンに移住するのだと父は言っています。モンテンルパに住むと言っています。快適な家がある、あるのだと言います。多分池袋のマンションがモンテンルパのうちに化けていると思いますってことですね。でお金持ちなんだ。まあそうでしょうね、退職金とかそういうんで、まあそれでも足りずにワンルーム、多分投資用みたいなワンルームマンションでしょうね。70歳という年も年ですので体が心配です。自由に生きさせてあげたいという気持ちもありますが、実際に移住したら辛い目に遭うのではないかと想像します。なんとか父を止める手立てはないでしょうか、また止めるべきではないのでしょうかということですね。で状況は分かりましたね。そうね、その、彼女ってのは今どこに住んでるの？モンテンルパです。あのマニラからちょっと南の方から、刑務所になるとこね。そうです、そうです、刑務所で有名なとこですね。そこに住んでいて、まあ日本に出稼ぎに来てたってことですね。10年ちょっと前だったら、なんだろう、もしかしたら日本人と結婚するとかそういうことで来れてたのかもしれないですね。10年ぐらい前だと東京入管も工業ビザってなかなか厳しいですからね。でも今聞いてるとさ、そのマンションを溶かしちゃったとかね、黙ってそこに通ってたとかってのは、その親父にとってね、息子たちには、まあ、悪いなと罪悪感を持ってんじゃないの？
まあ、罪悪感、まあ、恥ずかしいなってこともあるかもしれないですよね、うん、だって、うん、俺が自分で堂々とするんならね、うん、俺はちょっと今日は飲みに行ってくるぞって言ってもいいし、うん、あのマンションはあの売ったからねって言ったっていいしさ、うん、それをこそこそやるってことはね、まあ、罪悪感がある、罪悪感があると思うんだ。まあ、普通にしてればね、息子たちが相続するものですからね、うんうん、で今その、うん、親父とは同居、その息子たちは、あ、同居ですって。ちょっとこれそのとこ端折っちゃったんですけど、うん、でどこに当たってるのかな。でお父さんは年金が、2ヶ月に1回35万円ぐらいです。結構多いですよね。うん、うん、多いね。宮田さんちと同じぐらいじゃないですか。いや、俺前のカミさんと別れなかったらね、取られちゃった、取られちゃってるからね。うん、まあ35万、そんだけあれば、あれだろうな、うん、当然カミさんが先立っちゃってるんだったら独身証明取れるしね、うん、結婚したってあのなんていうのかな、あの門天旅館に行ったって、うん、金がなくなってもね、うん、遺族年金で食っていけらね。うん、あ、まあね、年金がねこれだけあれば正直なくなっても2ヶ月に1回入ってくるわけですからね、うん、でそのなんていうのかたずその親父さんともう結構長く続いてるわけだ、うん、10年から続いてるってことですよね、この内容だと。それでその間にね、うん、そのフィリピンの彼女ってのはその息子たちには会ったことないの。会ったことないみたいですよ。その親父さんが店に何回も通って、で多分この子がフィリピンに帰っちゃったんですよね。でその彼女に会いに親父さんはゴルフに行くっていう口実で2ヶ月に1回その彼女を訪ねてフィリピンに来てたっていうことですね。いや、その生活に心配がないんだったらね、うん、その厚生年金で十分食べていかれるし、うんうん、そのあと死んだ後だって遺族結婚すればね、あ、お相手の方がね、うん、遺族年金が入るからさ、うん、まあ実害としてはあんまりないんじゃない、うん、ただその、うん、今までずっと付き合ってて一回も家族に紹介しないとか来ないとかってちょっと、うん、その辺引っかかるね。なんかあるんでしょうね。そのまずどうやって日本に来てたかって、要は、まあ、ちょっとあまり合法的でない生き方っていうのもあるじゃないですか、うんうん、いやそれにしてもね、うん、そうやって親父があのモンテンルパまで来ようって思ってるんならね、うん、自分の息子たちにもさ、うん、これが結婚しようと思ってる相手だとか、うん、あのたとえフィリピンにいるんならね彼女が、うんうん、じゃあお前も一緒に行ってみねえかとか、うん、その俺は言うなと思うよ。そのぐらい明けっぴろげにすればいいんですよね、うん、息子たちにもね。だってもう当然なんていうのか、移住ってことになればね、うん、子供たちの生活環境だって変わるわけでしょ、うん、ね、自分たちと同居してたものがさ、ね、出ていくわけだから、うんうん、多分どっちかわかんないんだけど、この相談いただいた方はね長男なんですよね。弟がいるって言ってたから、だから長男のうちに一緒に住んでると思うんですよ。まあその親父さんがいたうちに長男が残ってってことなのかな、うん、でもそういうふうに生活にね、うん、これから先も心配がないんだったらば、その親父さんのあの親父さんに騙されてやるってのもいいんじゃない。やりたいようにやらせると、うんうん、だってもうそんなにあんた何十年も生きるわけじゃねえんだからさ。それでその息子にとって今不利益になることは何だろうったら、まあ自分が相続する分が多少減るだろうなっていうことだけでしょ。まあでも、まあ、資産としては今住んでる多分うちがね、あの持ち家だと思うんですよ。投資用のね、うん、マンションも2個あったってことで、それはもうなくなっちゃったらしいんですけどね。マンションの2つはでしょ、2つ、うん、ワンルームマンション2つはもう売ってしまったということで、ただ住んでいるうちが残ってるということなんで、
いやそれだったら残った子供たちはね、うん、生活に不自由がなければ、うん、俺は親父にどうぞ行ってらっしゃいと、うん、送り出してやりたいね、うんうん、親父さんの気持ちもよくわかるでしょ、宮田さんだったら。いやわかるよ、もう俺も今年も来月74だからね。あれ74なんでしたっけ、3になるんじゃなくて。もう今3でさ、3月生まれだから俺は。だから74になるからね。イノシシ年でした。え、イノシシ年。イノシシ年だよ。そうか、一回り違うんだ。一回り違うんだよ、あなたと。だからね、もうそうやって日本にね、うん、残してきた家族が迷惑をさ受けないんだったら、うん、親父さんの好きにやったらって。もう迷惑はないんでしょうね。ただうん、まあね、フィリピンに来て辛い目に遭うんじゃないかっていうのが心配だなんていうことをね、メールでね。いやだけどね、うん、考えてみなさいよ。そのフィリピンにいるね、彼女が、うん、結婚して、うん、その70歳の親父さんと同居を始めてもね、うん、これから先ずっと困らないでしょ、うん、生活に。そうですね。ってことは日本には迷惑かかんないってことですよ、うん。多分このお父さんも快適にこのモンテンルパのいい家らしいんですけどね、うん、そこで暮らしていけるだろうということですよね。まあそのマンションのね、うん、2つをとろかしちゃってね、こっちに多分家を建ててるだろうから、うん、そこでもって住むんならね、うん、生活資金には困らないと思うよ。年金も入ってくるしね、うん。今まで聞いてるパターンだとね、他の人のね、うん、どうやって生活資金が捻出できるかなって心配があるけど、うん、今回の場合にはさ、そういう心配があんまりないでしょ、うん。で年金だってね、2ヶ月に1回35万もらえるってことはね、うん、現役当時、うん、相当の収入があったはずだよ。でしょうね、うん、東証のマンションもポンポン買えるぐらいだからね。そうそうそう、うん、だからね、もうここはお父さんのお好きになさってくださいと、うん、ただ、何かあってもね、うん、向こうの家族の中で蓄えができるだけの金はあるだろうから、うん、っていうことでいいんじゃない。自由にね。そう、うん、だから私も同じですよ、うん、もう別に日本にいる子供たちにね、うん、迷惑かけることは一つもないから。これね、多分思うにこのメールには書いてきてもらってないんだけど、相談してきていただいた方、すいませんね、僕の想像ですけれども、なんていうのかな、この相談してきた息子さん48歳の方、世間体っていうのもちょっと心配してるんじゃないかなと思って。うん、中ちゃん、それはもう東京じゃね、うん、世間体なんてことはないよ。あ、もうあんまり関係ない。関係ないよ、うん、突然いなくなったって誰が騒ぐ。あ、まあ近所のことも知らないのがほとんどだしね、うん、だからね、うん、もういいんだよ。親父は旅行に行ってますって、うん、フィリピンに旅行に行ってますって言えばいいんですよ。多分ね、近所というか親戚中のあそこんちの父ちゃんはフィリピンにの女にハマって行っちゃったみたいな、世間体をね多少気にしてる部分もあるんじゃないかなと思うんですよ。まあそれは物はいいよさ、うん、もう別に悲惨な格好して帰ってこなかったらねもうフィリピンでね悠々暮らしてるっていうのね、悠々自適で暮らしてますって言えばそれでいいんじゃない、うん、変なこと言うけど宮田さんの息子たちにとか何か言われないの。うちはあんた男の子6人いるよ、うん、6人いるけどここ10年間連絡ねえ。あ、連絡ないんだ、うん、親父見捨てられたとか。まあ私も見捨てられたんだろうね、うん、でもこっちも気楽。まあそうですよね、うん、だって、うん、なんていうのかな、うん、今まで結婚してた女房たち、元女房ね、はいはい、みんなそれぞれ生活が立つようにしてあるから、うん、もう何の心配もしてない、うん、後ろ指さされる覚えはないと、うん、そう、うん、だからここのうちだってさ、うん、おそらくその48歳の息子、うん、神さんがいるでしょ。そうですよね、当然家族いるでしょうね、うんうん、まあじいちゃんが先にもう70で落ちんじゃったと思えばさ、うん、そう気楽なもんですよ。48歳って言ったらあれだな、もうその息子さんにも子供結構大きい子がいるでしょうね。もういるでしょ。
もう手が離れてさ、もう自分たちの生活のことを考えなさいって。もう二十歳以上になってるかもしれないですよね。うん、そしたらじいちゃん孫たち連れてフィリピン遊びに来るとかしたらまた楽しいかもしれないですよね。いやだからさ、うん、ね、息子にすればさ、うん、じゃあ2ヶ月に1回はね、うん、ゴルフに来たっていうことだったらさ、うん、あれですよ、自分の子供たち連れてさ、うん、別荘に遊びに来るぐらいの気分でいられるじゃない、うんうん、金に困んねえんだったらやってくださいよ、うん、自由にね、いや人に迷惑かけるんだらね、うん、そんな感じはないですよね、うん、だからいいじゃない、もうそんなにエンター楽しむったってさ、うん、ねえ、それでまあもうこれははっきり言ってね、金目当てでもいいんだよ、うん、それはしょうがないですよね、うん、ただこれから何年経ってもね、継続してお金が入ってくるって保証があるから、うん、いいの、まあ、一緒には入れますよね、うんうん、だからフィリピン人のね神さんってのはね、うん、やっぱり金が入ってくるっていう当てがあるんなら大事にしてくれますよ、うんうん、70歳と32歳でしたっけ、お相手、うん、32歳だね、32歳っていくつ違うの、38歳違うのか、うん、うちが37違うんだから、あ、宮津さん違う、うん、でほとんど同じだ、同じだよ、宮津さんは、だからね、それやっぱりお金も愛情の一部だから、いやそうですよ、もうお金も男の力の一部ですよ、ね、そうそうそう、うん、いやだからなんていうのかな、うん、親父が年を、まあ、もっと年いってね、うん、危ない目に遭わないかとかなんとかだ、それは大丈夫だよ、うん、金のもなる木だもん、大事にしてくれますよ、首絞めたりしないよですって、相談者の方、お父さん大丈夫ですって、ほぼね、年齢差も同じぐらいの宮田さんなんですね、奥さんと。まあね、生活をずっと楽にしていけるってことで、まあ、フィリピン、モンテンルーパーにね、お住まいになっても、多分大事にしてくれるってことです。うん。うん、やっぱり、生活がギリギリだったらね、うん、お互いにギスギスするけどさ、うん、余裕持って生活できますよ。多分その彼女と彼女のファミリーも一緒にいるのかな、どうなんだろう、ちょっとそこら辺触れてなかったんだけど、でもまあでも元々日本にどういう手使ったか知らないけど行ってたぐらいだから、まあ貧しい家庭なのは間違いないですよね。それが快適な家を建てられたって、それだけで天国になって、その天国の主が来るわけですもんね、うん、うん、そうだな、こんにちは、こんにちは、なんだそれ、はその足なんだそれ、どこ、なんか汚れてんのかそれ、すごいなんかデザイン、ちょっとこっち来てみ、タトゥーみたいに、はああああ、これ、うん、デザイン、うん、いやなんかボロボロに見えたからさ、パラパラがついてる、37歳差のね、奥さんが今、うん、まあ相談者の方ね、そんな感じです、多分ね、心配いらないってことで、ただね、持病とかね、そういうのがないとか、日本出る前にきっちり一回チェックしてもらった方がいいかもしれないですね。あとはね、まあ、僕もね、宮田さんとほぼ同じ意見なんですよ。もう自由に暮らせばいいんじゃないかなっていうのが、ね、人間の一生なんてもう限られてるんでね、うん、やりたいように暮らしてみればいいじゃないかな。それを止めるのはまたね、酷ですからね。止めようったって止められないですよね。うん、まあ、止める権利もないしね。うん、親父は親父の人生。うんうん、俺だってもう何の悔いもないもん。もう明日死んだったってさ、ああいいんだよ。まあ相談者の方、今日はね、宮田さんのお答えこんな感じでした。まあちょっとね、お父さんともよく話し合って、どういうふうにするのかとか、ちゃんと
本当に心配だったらね、一回一緒にこのフィリピンに来て、そのモンテンルパンに行って、うちを見てみる、その彼女にも会い、家族にも会いって、まあ、会ってみることをね、僕はおすすめします。そうすれば少しはね、安心されると思いますんで、あの相談者の方とね、弟さんに一緒に来てね、まあ、訪ねてみるっていうのがいいと思います。今日はね、宮田さんにこの相談にね、答えていただきました。まあ、普通のなんていうのかな、あの年寄りで移住してくるって言えばね、うん、要するに金目当てだったらもう金がなくなったらね、うん、あのなんていうの、粗雑に扱われるってことがあるだろうけどさ、もうまだ現実にね、金の卵を産み続けてるんだから大丈夫だよということです、そうですね、うん、大丈夫、今日宮田さんありがとうございました。お粗末でしたということです。今日この辺で宮田家から失礼します。